なんか飛び出る。何かが飛び出る。目疲れてますね。あ、目鼻が。うだ。詰まってる。あ、痛い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 。あ。するので、足つりやすい方にもすごくいいですね。はいはい、これでちょっとどうですかね。あ、ちょっと下がるようになってきた。確かに。はい、まだまだって感じはありますけど、まあ一応最初に比べるとかなり、ね、生きてるって感じですね。そうですね、ちょっとこう妙画が出てきたなんか生き物だなっていう、生き物だね。石じゃなかった。さっきはちょっと石っぽかったですけど、あ、こっちに動きますね。うん、そうですね。でもやっぱり十分とは言い難いですね。でもそうですね、最初に比べればかなり、そうですね、動きとか弾力ありますね。いやなんでこんな肩も凝っちゃってるんですかね。多分すごい凝りだな。今日やばいっすな、なんか。やばいっす。でもまあこれで今ちょっと足とか見ますね。さっきよりはやっぱりピシャッときますね、はい、これで合わせた時に。さっきもうちょっとこういう感じだったんですけど、まあ今こうまっすぐちょうど来るので、はいはい、はい。骨盤の高さも揃ってますね。あ、ありがとうございます。さっきだと こういう感じだったんですけど、そうですね、はい、はい、今ちょっと降りてきた感じで、はい、この左右で同じぐらいな感じですね、はい、肩がすごいので、ちょっと今度は仰向けで肩をやりましょう。はい、微妙になんかちょっと顎が右向いてますね。本当ですか。うん、この顎先ここに来てます。こういう感じで。あらやだ。はい。海はね、ちょっと分かりづらいですけど、まっすぐってこんな感じです。ああ、違和感ある。はい、違和感ありますよね。こうなってるんで。こっちが縮んでるってことですね。そうですね。うん、でもなんか、状態もなんか違いますね。肩が右と左で違ってますね。左の方が入ってるのかな。普通にしてると思うんですけど、痛い。うわー、痛い。あ、前回思い出した。めちゃめちゃここトーク線で痛かったとこだ。そうですよね。こっちは痛くない。そうですね。あ、じゃあこれ右左で違うんですね。あ、くすぐったい。くすぐったいのはもっと良くないですよ、痛いより。あ、痛くすぐったいって感じですか。あ、喜ばれると思いますね。野々村さんを喜ばせるために怒ってるみたいな。ねえ、なんかいつの間にかそうなってますね。野々村さん。腕張ってる。ちょっと働きすぎなんじゃないですか。どうなんですかね。ね、昔すぎってことないですか。どうですかね。結構楽に生きてるつもりなんですけどね。そうなんですか。でもやっぱりあれですかね、溜まってるんですかね、疲れがね。なんかあれらしいですよ、実際には動いてなくてもなんかこの頭の中でいろいろ考えてると、あ、やってるのと同じような疲れ方をするみたいですよ。あとあれだ、スマホが多いかもしれない。スマホは手腕いきますね。首、頭、目。そうなんですよ。肩こって背中が悪くなって。そうですね。スマホ症候群ですね。最近目もそれでもう疲れちゃってるんで。いや、そうですよ。だって目は一番酸素使いますから。痛い。老化が早い分ですから。痛い。痛いですね。親指使うせいですね。やばいっすね。スマホですね。編集なんかも結構長
くやってらっしゃるじゃないですか。そうっすね。座り作業と腕手の疲れですよね。目の疲れと頭の疲れ。体いいこと一個ない。いいことないですね。外で寒いし、座りっぱなしだったり。だってダニスやめちゃったから、ないよりね、ない、それも良くないんでしょうね。もともと動く方が動かなくなると調子悪くなるってありますよね。はい、あ、痛くないですよ。痛くないです。無理しなくていい。この体勢がもう足りますね。ゴってきました。ゴってきました。ずれ込んでるんですね。パンパンですね。やっぱりこう体勢変えてるつもりでもあんまりこの上半身とか変えれてないんじゃないですかね。立ったりしてても座ってる時とあんま変わんないような、ちょっとかがんじゃってるような。そうですね。痛いですね。すごい張ってますもん。で、筋肉多くないので、その少ない筋肉で負担全部負ってる感じなので、多分相当疲れが溜まるんですよ。多分やっちゃってますからね。そうなんですよ。もう疲労がいっぱいですよね。なんか前の方がこう胸の方とか筋肉ちょっと肉厚っていうか、今の方がちょっと痩せてしまった感を感じますね。仕事か編集かしかしない。YouTuber みたいな感じですね。あーもう本当にね。あー首なんだこのコリって。ゴリゴリしちゃう。これ前なんか痛いできてます。痛い。あーでも頸椎ねじれてますからね、こうなるってことは。ああ、痛い。あ、今日来てよかったな。痛い。そうそう、筋肉張ってる。今日来てよかったというか、今日来なきゃやばかったみたいな、ね。いや、そうっすね。痛いですね。今日痛がるのやめようと思ってたけど痛いです。痛い。やっぱ痛い。そうですよね。なんか飛び出る。何かが飛び出る。目疲れてますね。目鼻が詰まってる。痛い。目鼻が、ツボが閉じてます。いや、硬いですね。めっちゃ硬い。閉ざしてますね。閉ざしてます。これ